FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は5時を回りました。今日もトロピカルビーチからサザンブリーズお送りします。8月29日火曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？こちらトロピカルビーチはすごく天気がいいです。あ、でもちょっと雲が出てきましたかね。この頃でもこういう天気が続いてますね。結局昨日も降らなかったりして、結局すごい暑いっていう日が続いておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちらトロピカルビーチの売店から今放送しております。今日もたくさんの方がトロピカルビーチに遊びに来られてます。はい、今喋っているのは FM ギノワンの田辺幸です。よろしくお願いします。今日はね、キラキラの海、もう眩しくて何色だか分かんないですね銀色かなそしてそこに泳いでる方がたくさんいますね。で、ビーチではですね、ボールで遊んでいたり、何してるかな、喋ってたり団体で遊びに来てる人とかね、たくさんいます。そしてその手前、売店側はですね、バーベキューができるスペースになっておりまして、こちら今日もね、楽しんでお肉じゅうじゅう焼いてる人がいましたので、ちょっとさっき聞いてみました。今日肉の日じゃないですか、29日肉食べてんのかなと思ってちょっとインタビューしてみたんですけど、なんかね、すごくかっこいい団体が、なんか 色が黒くて、多分うちなんちゅうだろうなと思いながら、どういうグループなんですかって聞いてみたらね、沖国のサッカー部ですってことで、すごいね、70人ぐらい来てるっていうことでしたよ。いいですね、こういうね、グループでね、こんな開放的なところで楽しめるってね、なかなかこのビーチぐらいしかなくないですか。いい場所ですね。美味しそうにジュージューやってました。今日は、練習を朝からやってから、で今は遊びに来たということで、3時ぐらいから遊びに来たそうで、いいですよね、沖縄の大学生、練習サークル終わってから海でみんなでご飯食べるってできるんですよね。いいわ、羨ましいわ。もう楽しんでくださいね。いや、私海がないところで育ったものでね、海はもう特別、すんごい準備して朝から出かけるものというイメージなんでね、こうパッとね、さらっと来れるってところは超羨ましいです。今日はちょっとね、比較的バーベキューのスペース空いてるみたいなんでね、こういう日もあるんだなと思って、事前予約制なんですけど、空き状況とかね、また確認してね、ぜひトロピカルビーチのバーベキューご利用してくださいね。はい、でこの番組ツイキャスというストリーム、ツイキャスで放送しておりますよ。ラジオ以外にも映像もやっております。よかったら FM ギノワンのホームページ覗いてみてください。そしてリッスンラジオでも聞くことができます。ちょっと電波がなという場所にいらっしゃる方はリッスンラジオで検索してみてください。全く同じものを聞くことができます。さあ、8月29日、夏休みもうすぐ終わりそうですけれどもね、もうまだまだギリギリまで楽しんでいきましょう。今日もそういう選曲でいきたいと思います。で、今7月と言いかけたのは、ちょっとこの時期って旧暦のことを意識しますよね。お盆も近いのでね、私の頭の中はちょっと半分ぐらい旧暦になってるんで、7月って間違ったんですけどね、7月の8日ですね、今日は旧暦で言ったら。で、昨日は7月7日七夕ということで、七夕、沖縄ではお墓掃除するんですよね。昔は骨を洗ったらしいんですけど、今はさすがにそれをやっているところはないと思うんですけど、墓掃除はね、している人多いじゃないですかね。私もちょっと墓掃除昨日やらせていただきまして、行ったらやっぱり掃除している人ちらほらいらっしゃいましたね。
まあ、草引きをしたぐらいで、そんなにまあまあ大したことはやってないんですけど、やっぱりちょっと気持ちいいですね。こう、うわーって道どこにあるんかわからんようなところに踏み込んで、そしてあのね、かき分けて、で引っこ抜いたらこうわら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 って、なんかこうなんか虫とか何の虫かあんまりよく見ると気持ち悪いけど見なかったけど、わーって逃げていってそれを見てまたあの、あーよし、あのねお盆が来るからちょっと邪魔するよみたいな、今までここにね何ヶ月かこの静かに暮らしてたんだろうけど、ちょっと抜いてねみたいな感じでわーってのけて、またなんか赤いくるくる巻いたミミズみたいなやつとかね、いろんなのがいましたけどね、みんなのけて綺麗に綺麗なお墓に人が入れる状態になってきました。皆さんはどうですか、なかなかまあ平日なんでね、七夕の日ちょうどにやりますよっていうのはないかもしれないね、休日利用して行かれるかもしれないですね、頑張って掃除しましょう。で、まあ、ちょっとね掃除しながらっていうか、まあ、掃除を終えてからちょっと拝んだんですけど、これって先祖様はお墓に来てから家に来るのかとかね、お墓はどうなのかなお墓によるのかなとかね、もう武装はどうなってるのかなとかちょっと考えたんですけど、武装はね、このそこ静かな場所だったんですけど、武装は静かなのかなとかね、この時期考えたりしませんか、ね、なんか亡くなった人とこうつながりってお盆とかね、まあ、シーミーとかぐらいじゃないですか、ちょっとねちょっと思い出したりして、そういうのもいいなと思いました。今日はねテーマつながったっていこうと思ってます。ニュースでね、先ほどのニュースにもありましたけれども、牧港のあの58号からよく見えているんですけど、58号より海側に橋桁が見えていて、それをこうあの両岸から徐々に作っていって伸ばしていってて、であともうちょっとってところだったんですけど、それが昨日なんとつながったそうで、すごいですよ。県内最大級らしいんですけど、これ見たことありますかね、牧港の58号走ってたらよく見えるんですよね。あ、すごいもんだなと。あんなあの海の上に橋桁作るって人間ってすごいなと思いながらいつも眺めていたんですけど、それがついにつながったそうで、まあ、年内には開通、あ、年度末にまでには開通を目指しているそうですけどもね。というわけで今日はつながったっていうテーマでいこうかなと思っております。メールアドレス、メールお待ちしております。メールアドレスは数字で797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com です。今日はね一人でね、東さんの声がしないなと思って気づいてる人もいるかもしれない。ちょっと今日は遅れる、半分ぐらい遅れるそうなので、ぜひメッセージで助けてくださいね。よろしくお願いします。では、一曲お届けしてまいりましょう。ビーチに似合う、そしてこの夏休みをギリギリまで満喫しようという感じの曲をいきたいと思います。Sleep all day。ジェイソン・マースあ
そうなんだ、スプリームさん、こんにちは。アズマックス舞台の追い込みで休みに来るみたいです。追い込みですよね。何か半分ぐらいは来れないみたいで。横浜で撮影なう。横浜のどんなの撮ってるんですかね。この前もね、奥さんのインスタ用の撮影って言ってましたよね。そっかそっかそっか。横浜ね、横浜も人多そうだな。横浜も絵になるとこ多いですよね。そっか、そっち暑いですかね。こっちもね暑いんですけど、風があるからまあいいんだけど、こういうサンルーム的なところも熱中症になりそうです。暑い。皆さんこんにちは。聞いている人、今日はつながったがテーマです。よろしくお願いします。これ聞こえてますか。あ、学校始まってますよね。中学校とかね、普段歩いてる子を見ると、はあ、始まったのかと思って。夏休みは長かったのか短かったのか、皆さん夏満喫できましたかね。そんなテーマにすればよかった。そんなのでもいいです。つながったで無理やり考えなくても夏の思い出でもいいです。夏にこれができてよかったなってことがあったら教えてください。一人寂しいな。 CM 行きます。皆さんはどこで聞いてますか。でもね、こうやって夏にちゃんと海に来れるっていうのは、まあ、仕事でも幸せだな。泳ぎました今年、海で。泳いだっけ、一回泳いだっけな。ちょっと陰ってきた。の墓掃除行きましたか。来週はね、もうお盆だからね、皆さんそろそろ準備が忙しいんですかね。家に寄るみたいですけどね。
さて何から喋ろう。あーでっかいアイス買ってもらっていいなサザンブリーズをお送りしております。トロピカルビーチからですよ。ちょっと陰ってきて過ごしやすくなってきましたね今ね、まあ、でもこれもコロコロお天気変わりますからね。まあ、風はですね、風が気持ちよく吹いてるんですけれども、どっち向きかな、わからない。今旗を見てるんですけど、あ、これはね、ビーチ管理してる人とかからしたらすぐわかるんでしょうね。ちょっと私には読み取る能力がなかったんです、ごめんなさい。お伝えできないんですけど、風は気持ちよく吹いてます。はーい、ね、奥に向かって吹いてるのかな、どうかな、はい、やっぱわかんない。今日もですね、遊泳時間はこの後7時までです。はい、いいですよね、長く泳げてね。今仕事が終わって、じゃあ今からもうちょっと泳ぎに行こうかなみたいなことができますよ。はい、今からだったらね、ちょっと日も陰ってきて涼しく泳げるんじゃないでしょうかね。いいな、今年泳ぎました皆さん海で。どうかな、いやビーチにいる人はね今泳いでるからいいんだけど、このラジオ聞いてる人でね、今この夏泳ぎましたかね。いやちょっとやっぱ海に行かないと夏終われないですよね。なんかね、海やっぱ一回は行かないとね。そんなことないですか、どうでしょうね。で今ね目の前をさっきねすっごい大きなアイスを買ってもらって、男の子がペロペロ舐めながら行ったんですけどね、美味しそうでしたよ。こちらね売店でいろんなの売ってるんですけどね、ちょっと待ってください、メニュー、ブルーシールのアイス、ココナッツ味、なんだろう、マンゴー、あ、いろんな種類があってですね。かき氷とかぜんざいとかもあるし、コーラとかウーロン茶飲み物もありますし、シークワーサーシャーベット、それからチョコミントアイス、ショコラクッキースワール、ストロベリーチーズケーキ、マンゴタンゴ、ありますよ。ちょっとその他は売り切れてるんですけど、ちょっとお腹が空いた人はね、ぜひ売店に売ってますから遊びに来てね。あとはいろんなもの売ってます、お菓子とかもね。はい、黒糖ぜんざいとかね、オリオンビール、生ビールとか、あーお腹減ってきた。さて今日は私一人でお送りしてますけれども、テーマはつながった、マキミラーとの橋がつながったというのが感動的で、今日のニュースを、ね、新聞を見て、すごいと思って、この端っこ両岸からね徐々に徐々に詰めてって、最後これはまらんとか。まあないちゃんとね綿密に計算されてるからそんなことないと思いますけど、真ん中で合わせるって大変でしょ。いや分からないけど、もうどの部分も大変だと思いますけど、すごいな人間と思って、ね、何時間かかけてこの真ん中の橋桁合わせたみたいですよ。詳しく分からないんですけど、ツイキャスも放送してます、ありがとうございます。もみさん、雪姫沢田賢治みたい。帽子がでしょ、眩しくてね、何か被らずにいられないんですよ。あ、バイバイ。あの中学生ですかね、手振ってくれてます。もう制服着てるってことは学校始まってる、学校始まってますか。あ、始まってるんだ、楽しいですか。あんまり聞こえないみたいな、言っちゃった。そうそうそう、中学生がね
制服着て歩いてるんですよ。ってことは、わあ学校始まったのかと思って今朝も思ってたんですけど、ちょっとなんか切なくなった。夏休みが終わったんだってね。まあ大変だったっていうね、親御さんとかはほっとしてるかもしれないですけど、またねこれ忙しい日常がまた始まりますね。はい、ではここで、トロピカルビーチのからのお知らせを一つ、水に親しむ基礎的なことから海の楽しさ、海の危険性、身を守るための知識などをライフガードと一緒に楽しく学ぶプログラムがあります。日時は9月10日日曜日、そして9月23日土曜日にあります。時間は午前10時から1時間半程度と午後2時から1時間半程度です。この誰でも参加できるんですけれども、幼児から高校生まで、小さい子は親同伴で参加することができます。参加料は無料です。水に親しむ、ね、基礎的なこと、海の知識ね、やっぱり沖縄の人はどうでしょうね、詳しいでしょうかね。何も私とかわからないんでこういうの参加したいなと思います。トロピカルビーチジュニアプログラム2017、ライフガードと一緒に楽しく遊びながら海の安全や身を守る知識を学べる1時間半程度のプログラムがあります。興味のある方はお電話でお問い合わせください。電話 098-897-2759 番です。897-2759 番です。まだね、夏休みもうね終わ9月だったら終わってる頃ですけどね、日曜日土日はねまだまだ海で遊べますからね。はい、ぜひ参加してください。ではここで道路交通情報とお天気情報です。まずは沖縄自動車道です。現在は全線でスムーズに流れております。工事による規制の区間がありますので前方に注意して走行してください。続いて一般道をお伝えしましょう。沖縄市大蛇名から前原向き渋滞しております。そして国道58号線は大蛇名から牧港向き渋滞しております。58号茶炭交差点付近渋滞してます。そして国体道路入り口58号向きが渋滞しております。あとは330号線漬け欄、失礼しました、ライカム交差点から漬け欄向き渋滞しております。あとは小座から小屋向き渋滞しております。以上渋滞箇所をお伝えしました。今日も安全運転でお願いします。では続いてお天気情報です。今日はこの後晴れです。北東の風晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートル後2メートルでしょう。この後の雨の降る確率は 20% です。明日のお天気予報、晴れマーク一つです。明日の日中の最高気温は34度になるでしょう。朝の最低気温は28度ですの予想です。でもね、まあ、34度、まあ、ずっと暑いですけれども、今朝ちょっと起きるとき、あれ汗かく量が昨日より減っているかもってちょっと思ったんですけど、ちょっと夜の間涼しくなってるんじゃないですかね。昼間はまだまだ暑い日が続きます。沖縄地方は30日明け方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります。
大気の状態が不安定なため、ところによりにわか雨か雷雨があるでしょう。沿岸の海域では波がやや高くなっております。30日明日はうねりを伴う見込みです。明日も高温が予想されます。熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。以上、お天気情報でした。ではまた1曲お届けします。海に合うわ、これいいですね。めっちゃ合うやん。もう曲かけてる方がいい海に合うわ。はい、今日はテーマつながったです。どうですか、つながりたいですか、つながりたくないですか。メールぜひ送ってください。皆さん忙しいですか、最近。海で一人で喋ってます。よろしくお願いします。そうそうそう、なんかね、旧暦今日7月8日でしょ。昨日は7月7日七夕じゃないですか。だから台湾では七夕というかバレンタインデーらしいです。7月7日がバレンタインだそうです。これは恋人たちの日らしいですよ。目の前にベンチが何個かあるんですけれど、だいたいこのベンチのところでね、イチャイチャしてる人が多くてですね、羨ましいなと思って後ろからいつも見てるって見てるんですけどね。いいな。そっち通れない。いや、海で一人は寂しいですなんか声が沈む。声が沈む。今日はつながったテーマなんです。はい、